ですね、聞いたところ特別この辺は変わってないという話です。全く変わってないと思っていいと、キーボードとトラックポイントね。それで、ただタッチパッドのサイズがちょっと変わったみたいなことをおっしゃってましたね。それぐらいなんじゃないかな。これ右とヘッドホンが、USB だね、これ充電ありだと。これはなんだ、やっぱこれ SIM カードスロットで SD カードスロットでいいんだよな、これな、 SD だね、 SD カードスロットで LAN とセキュリティロックね。で後ろとこういうふうになってます。特別何もなし。それで左電源があってスリットはいいの、HDMI ディスプレイポートだね。で、USB だと。ここあれだね、セキュリティカードのスロットがあるみたいだね。あるっていうかオプションで付くみたいだね。で前特別何も変わってないよと。はい、テンイタこんな感じになってます。こんな感じになってますね。やっぱり同じ塗装だと思われます、250とね。で裏がこういう風になってまして、ここバッテリーね。でここに拡張スロットちゃんとありますね。で足の構造とかも多分同じだよね、多分ね。